動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、荷車に何を乗せてきた。まるで食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だった。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。ああ、頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないだろ。それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。喋りすぎると毒に襲われるぞ。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。坂井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞夫と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。サダオは人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。
救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。加減はせんぞ。助けて。エルテーやシグラッチ。サボラ。血が止まらない。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助け。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために堅くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。
ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。一番手は誰だ。この野営を束ねる僧に会えと言われた。八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。お侍様、佐賀の村で妙なことがあるようです。猛虎か。わかりません。村の人は追い詰められたような顔をしているのですが、気にするなというばかりで。厄介事が起きておるようだな。調べてみよう。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。すべてお主が束ねる野営か。
有明では同胞が殺し合っていると聞きますが、無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かってる。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたから。米を盗み飢えた民に行くと。北で米が足りないゆえんでしょうか。証明はできます。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞男、首を洗って待っておる。参る。雅子殿。奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞男が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。
裏切り者は今ので最後、残るは下地を下した武士のみです。私は豊玉に戻り手がかりを見直す。では後ほど。純真はどこだ？政子様！どうした？答えろ！おやめください！どこにおるのか言え！政子殿、何を？この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞ、お助けを。どうか、この場は私に。よかろう。だが口を割らなければ、私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした？もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば。殺されるな。
純真をどうする気ですか。やつも襲撃に加担しておったのだ。ルミンを助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、ルミンの野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。政子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。七号を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いいえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の仇が討たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。月ども、報いを受けよう。怪我しよって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純真。伏せて。坊主のことは任せた。純真を助ければ。
政子殿。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らは負ける。とうに負けておるわ。やめください。坊主をこちらに渡せことは。人殺しの肩を持つか。話すだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。政子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。
こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。ここへ。
お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな、菊池家の老頭であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によるとある一族が塔を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃族に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。走れ。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思い合っておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。
あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。万兵がおるな。ご用心を。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。マサコが来た。殺せ。切り捨てろ。門を開けるぞ。急がねば新手が来ます。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。人殺し。次から次へと。どうでもいい。皆殺しだ。まだ来るか。さっさと殺して終わらせるぞ。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。たか雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。逃がしてないぞ。
よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした？奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押しつけた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を悼む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めれば。わかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。